ボーイング社の修理ミス、こんなことは絶対にありません。各駅にですね、疲労、亀裂が生じて、そしてそれがですね、墜落事故につながったって話なんだけど、まあ、笑い話もいいとこだったですね、123便はですね、御巣鷹の近くでもって、第2段目の2発目のですね、自衛隊にミサイルで墜落させられた、そういう立場を立つようになってますね。今日はですね、私、松井道夫と言いますけれども、ですね、2つのパートに分けてね、簡単にお話しさせていただきたいと。もちろんテーマはですね、日航123便ですね、もうこの8月12日で39年になりますけれども、これに関することでいて、パート1というのはなぜ私がですね、日航123便の2つ、事件ですね、事故じゃなくてね、こだわるのかということですね、これが1つ、それから2つ目はですね、今まで YouTube で2回ですね、登場させていただきましたけど、その簡単な内容ですね、それから3つ目にはですね、私一体この事件に関して、どういうですね、見解を持っているか、これを述べさせていただいて、そしてパートというのについて、それが今日の主要なテーマになるということになる。私、昔ですね、今からも半世紀も前ですけども、アメリカのカソリックのですね、中高でもってジャニター、用務員、簡単に言うと掃除人夫ですね、これをやりながらですね、それで生活しながら進学校で、勉強やっておったんですね。本当はキリスト教の牧師でもなればよかったんでしょうけども、行いが良くないからちょっとね、遠慮して進学を勉強しました。そうするとですね、そこで学んだ進学ってもちろんキリスト教の神ですけどね、キリスト教の神っていうのは非常に無慈悲な人間存在なんですね。例えば、お釈迦様なんかはね、もう蓮の花に囲まれてですね、極楽往生するけども、キリスト教のですね、神というのは自分の子供のイエスに対してですね、なんと十字架にね、貼り付けてて、そしてですね、殺してしまうんですね。断末までもってね、イエスがね、我が神我が神、なぜ私お店なんだ、そういうふうに叫ぶんですね。すなわち、キリスト教の神というのは、そういうですね、過酷な現実の死というものを突きつけて、そしてその後に永遠の命を与えるという、これがキリスト教なんですよね。ですから簡単に言えば、人間は誰でもそうですけど、いつか死ぬわけですね。それでいろんな形で死にますね。もちろん病死で死にますとかね、悲惨なですね、戦争で死ぬ人もいるでしょう、事故死もあるでしょうとかね。いろんな形の死があるんですね。あるいは自死もありますね。でも、基本的にはですね、死は全てですね、やっぱり我々にとって辛いもんですね。でも、キリスト教の教えではですね、その死というものを額面通りにね、受け入れて、そしてそれを受け入れて、その後に永遠の命を与えられる。となるとですね、私は、なんで死んだかという非常に大事なことになると思うんですよね。御巣鷹の方、520人の方ね、本当にですね、本当に死のですね、本当の原因でもって亡くなったのかというと、私は決してそう思わない。これはこの人というのはですね、同じ飛行機事故であってもですね、一方はですね、形から言うとですね、修理ミスだと言ってるけれどですね、本当はやっぱり私は自衛隊のミサイルでもって追って亡くなった。そうするとですね、あそこで亡くなった520人の方ですね、大変申し訳ないんですけども、そういう本当の原因ではないのであってですね、永遠の命というものをですね、本当に与えられてるのかな、そういう、非常にそういうですね、私とするとですね、迷いというかですね、考えさせることがある。ここが私の一つの原点ですね。ですから、とにもなさ、私がですね、日航の123便のですね、御巣鷹の事件に関わるというと、それはどうやってですね、この形がなくなったのか、ね、本当のですね、本当の死の原因の中でもって亡くなってもらうことをですね、私は願う。それが私のですね、これにこだわるところの理由であるということですね。それからですね、私は YouTube でもって2022年6月と、それから2024年の4月と2回にわたってですね、実は YouTube でもってね、この事件に関しては発信させてもらってますけども、一つはあれですね、
第1回目はですね、幸いもう19万から20万に近い人たちにですね、配当していただいておりますけど、これは非常に単純なんですけども、私は群馬県の出身でして、しかもですね、JAL が起こったね、御巣鷹山の地元の上野村というのと同じですね、西郷地区というところに、で生まれ育ったわけですね。私は黒沢武雄村長さんとはね、直接面識はなかったですけど、私の祖父と父はですね、全部代々村長やってましたね。同じ西郷地区の村長会でもって面識があった。そういうことですね。それでですね、ある時私の兄を通してですね、インタビューをやらせてもらえますかと言ったら、黒沢村長がですね、最初に現場に乗りつけたというですね、猟友会の人、まあ、群馬県の機動隊を案内して行ったんですけど、この人たちをですね、ご紹介くださって、その人たちに3名に黒沢村長さんのお宅、立派な家ですね、そこでもってね、私でデイビッド・カプランとアメリカ人の2人でインタビューやったんですね。普段何気ないのですね、いやいや、あれで俺たちがね、一番最初に行ってね、行ってみたらもうすごい状況なのね。はあ、たてたら上から3名のね、自衛隊員が降ろしたんだ。で、敬礼して、やーって言いながら、そのまま立ち去ったという。単純ですけども、これをですね、私はこれをですね、黒沢村長に迷惑かけちゃまずいと思ってですね、ずっと封印しておったんですけども、ある時ですね、その人たちの、あれですね、上野村のですね、猟友会の人たちがですね、最初にですね、現場に行ってですね、4名の方の生存者を発見したとか、そういうことを一切ですね、公式文書からね、日本のですね、事故調査委員会の文書から覗いてるんですね。こんなの許せないと思ってね、ついにですね、その2020年ね、それを発表してしまったわけですね。で、私実は、これに関してはですね、この事件に関しては、まあ一応ジャーナリストなんですけど、日本のジャーナリストとしての立ち位置はできない。私の専門はむしろアメリカのですね、公文書館にあるところの機密開示文書と研究しながら、日米の戦後史をで、史をでね、書くのが専門でして、まあそういった意味で私の同僚からですね、1995年にですね、実は2月3月にかけて、JAL の追加に関するアメリカのですね、事故調査委員会をもとにしたところの、公文書をですね、これをですね、情報自由法で、取らせてもらったんですね。これに基づいたところのが私の、でも今までのね、発表したものの、資料であるということですね。まあ、それに基づいてこれからも、この実は資料の中には2通りありまして、1つはですね、アメリカの運輸省が作った事故調査委員会、日本のですね、運輸省の要請で来て現場に入ってるんですね、5名の方なんですね。この人たちがですね、8月の13日から8月25日までにあたって、まあ、現場じゃないですけど、現場にも入りますかとね、つぶさにですね、いろんなものを書いてる。実はこの一部はですね、多分未開示なんですね。とか、その未開示だけど、その資料をもとにしながら、アメリカの事故調査委員会の人たちの報告書の多くができてるんですね。そういった意味では、これはある意味で救うなのかもしれませんね。またちょっと、それをもとにしながらですね、主には今回のですね、事件に関するいろんな調査を行っているんですけども。私はですね、実は、このあれですね、日航の123便の事件に関してはですね、3つの見解を持つ。1つは、ボーイング社の修理ミス、こんなことは絶対にありません。だってこれは あれですね、分かる通りですね、何かね、その辺のものがですね、こういうのがですね、向こうの言い分ですよね。まあ一言で言うとですね、まあね、これは後でもってね、画面でお見せしますけどね、まあ、1978年ですね、尻餅事故を起こした日航機の123便、そして後部の圧力化学兵器が破損したと、そしてですね、それをの修理をした、それが不適切だったもんだから、そこからですね、核兵器にですね、疲労、亀裂が生じて、そしてそれがですね、墜落事故につながったって話なんだけど、まあ、笑い話もいいとこだったですね。毎回出発前にですね、丁寧に見てるんです。それがですね、1978年から8年間ぐらいにわたってですね、毎回見ながらね、それが気がそんなことありやしない。むしろ決定的なものはですね、群馬県警がですね、送検してですね、そして、あれですよね、群馬県警が送検して、群馬の、ね、地方検察庁がですね、それを実は20名の方ですね、どういう方がおったかというとですね、これもなかなか、意味なんですけど、あれですね、合計で20名の方だった
ったんですけれどもね、この20名の方、ボーイングが4名、日本航空12名、ね、運輸省4名の合計20名がですね、業務上の過失致死、容疑でもってね、長検察庁にですね、前橋地検にですね、送検されたけど、実は起訴しなかったんですね。それはそうですよ。そんなバカなことやりこなくてですね、こんな証拠不十分なもんで、起訴なんかできるはずないんですね。ですから起訴しなかったとね。もし仮に起訴していればですね、もうそんなことは裁判維持できないしですね、ましては飛んで火に夏のうちでもってですね、逆にそれじゃ何で起こったんだ、原因追及されるんで、もうされなかったとね。群馬県警というのは実はですね、1971年にはね、このなんていうんですかね、非常に悲惨だった大久保教師というですね、8名の女子を殺した人とね、その翌年にはですね、永田陽子さんなんかのね、陽子なんかのね、連合赤軍事件なんて、もうこれを全部やってるね、クォームですね。これだから総力を挙げてですね、それで送検する資料を作ったけど、ね、起訴にされなかった。それでこれはもう1990年にはですね、公訴時効になってるわけですね。ですからまあそれだけ考えても、こんなものはデタラメであるってことだもんね。それで私は実はですね、ですからそんなの修理ミスというのはこれはもう全然ですね、論外だと思った。2番目の立場はですね、で一番みんな問題になったところの相模湾上空でですね、ミサイルがですね、まあこれは誤射でしょうかね、誤ってぶつかってそれで墜落したと。私はこれもですね、本来はこの立場に立ってずっと考えておったんですけども、つい最近になってですね、もうこれを撤回してますね。もちろん当たったことは当たったんだけど、これが墜落原因じゃなかったというふうに。そして3つ目のあれですね、私の見解というのは、実は123便はですね、オスタコの近くでもって、第2段目の2発目のですね、自衛隊のミサイルで墜落させられた、そういう立場を立つようになってますね。それで今日のテーマはですね、そのパート2ですけども、なぜそういうふうなね、立場に私はそういう見解を持つようになったかについて語りたい。